つなぐ献血にご協力ください。日本赤十字社です。オープンに向いてます。はい、ということで10月11日金曜日、ドリームキングダムマリナズジュークボックス第7回目の放送です。パーソナリティは緑川マリナです。先月10月9日が私の誕生日だったんですけども、誕生日を迎えたばかりで、今週は勝手にバースデーウィークと自分で名付けてるんですが、たくさんのバースデーメッセージもいただけました。皆さんありがとうございます。誕生日当日はですね、もう一つのラジオを終えてスタジオでちょっと練習して、その後家族で夜は食事に行って充実した誕生日を迎えることができました。その前にですね、日付で10月1日に、大安もありまして、私神社すごい好きなんですけども、箱根神社に行ってきたんですよね。毎年誕生日迎える前に一人旅を箱根に行ってるんですけども、その日はですね、すごく天気も良くて、箱根っていつも都心より涼しめなんですけども、その日は結構暑くてですね、ロープウェイで駒ヶ岳の山頂にいつも行って、箱根元積谷っていうちょっとまた神社があるんですけども、そこがですね、もう地上下の気温よりもすごく寒い、いつも10度ぐらい寒く感じるのが、その時はですね半袖で過ごせるくらい暑くてですね、何回かそこに行ったことはあるんですけども、半袖でいられたのは初めてでしたね。でその後箱根神社にも行って、ご祈祷も受けてきたんですけども、それがねびっくり、他に誰もいなくてですね、世界中からやっぱり各国から来て人気のある神社なんで、なかなかこう一人でご祈祷を受けるってことはないらしくてですね、ちょっと不安になって巫女さんに、これ一人ってあることなんですかって言ったら、珍しいですっていうふうに言われまして、あ、すごいな、今日は導かれてるななんていうふうに思ったんですけれどもね、そんな、一人旅やバースデーウィークを迎えています。その日も、誕生日当日もすごくね天候に恵まれて、とても暑いぐらいのお天気だったんですけども、今週末はね来てますね、台風19号が、皆さん心配ですよね。今からですね、結構皆さん非常食とか備えてるかと思うんですけれども、他にお水とか停電に備えてね、乾電池とか懐中電灯などいろいろ貴重品も、あと ATM 止まっちゃうと現金も必要ってことなんで、現金などもねぜひ備えておくようにしてください。あと外に、あるものは、家の中に入れたり固定をしたりして、強風に飛ばされないようにしてくださいね。
明日12日から13日の昼頃まではね、私鉄各線と新幹線なども計画運休発表されてますので、なるべく不要な外出は控えて安全第一で行動してくださいね。はい、ということで今日もオープニングナンバーいきましょう。緑川まりなでアメイジングパワー。さっき止まっちゃったりして大丈夫かな。大丈夫です見てる人いるんですね。今日はですね、いつも一人でやってるのに今日はスタジオにもう一人いるんですよ。それでなんかちょっと緊張しちゃってますねいつも一人で気楽にとか言って間抜けな顔してるけど、今日はちょっときちっとしなきゃみたいな感じになってますけど、いつもこれ映像残ってるんでしょ。そうそうそう、残ってるんですけど、いつもほやーとか言ってほやーとか歌ったりしてるんですけど、今日はちょっとキリッとしとかなきゃラジオネームカズくんさんからありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。この秋始めたいスポーツは登山です。紅葉を見ながらゆっくり仲間と歩いてみたいです。温泉もあれば最高です。ということでカズくんさんありがとうございます。いやー最高ですね、この登山した後の温泉。私その温泉が見えてて行っちゃいそうなんですけども、登山がね なかなかこうプール育ち海人間なんで、なかなかあんまり登山したことないんですけども、いやでも紅葉とかね、このこれからの時期とってもやっぱり綺麗だと思うんで、いいですね。カズくんさんぜひ登山してみてください。そう、今週のメッセージテーマ、今月のメッセージテーマがこの秋やりたい挑戦してみたいスポーツは何ですかってことで募集してたんですけどもね、まあ、スポーツといえば秋といえばスポーツの秋で、今ラグビーの世界大会でも盛り上がってますよね。最後決勝戦は11月2日に横浜でやるということなんですけれども、日本行っちゃってほしいですけどもね、どうでしょうかね。決勝リーグ行って、もう決勝まで行ってほしいんですけどもね、ぜひぜひ、もし来月でも何かこう応援したいなんてメッセージがあればお待ちしてます。私はやってみたいスポーツ、最近ちょっとあんまり泳いでないんで泳ぎに行きたいなっていうのもあるんですけれども、あとは昔一回だけやったんですけども、キャニオニングって言ってヘルメットとなんか浮き具つけてその身だけで川を下っていくっていうのを一回やったことありまして、それがねもうなんかリアルインディージョーンズじゃないかっていうぐらいすごく面白いんですよ。これ結構泳げる人じゃないともしかしたら鼻から水がボーとか言って入っちゃいそうなんですけども、結構高い崖からバシャーンって飛び込んで、そのまま川の流れに沿ってまた岩について登ってまた飛び込んでみたいなのを続けて繰り返し行っていって川を下っていくっていう、なかなかハードなアトラクション、なんだろう、スポーツなのか分かんないですけど、それがすごい昔にやったのでまた最近チャレンジしてみたいななんて思ってるんですけどもね、最後の最後になんかこう思いっきり
飛び込んでくださいって言って、それをなんか写真撮られるんですよね。それが私なんか思い切って飛び込みすぎて一回転とかしてそんなのをしたのが写真になんか残りましたけれども、ぜひキャニオニングやってみたいですね、この秋。ということで、お便りはですね、匿名ラジオネームをされてお気軽にお寄せください。メールアドレスはマリナ.midorikawa@gmail.com、 すべて小文字のローマ字ですね。これ読み上げると、ね、私緑川ってすごい英語で書くと長いのでちょっとくどくなっちゃいますけども、 marina.midorikawa@gmail.com です。まあ、詳しくはね、 SNS、Twitter などでもホームページなどでも、寄せられるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter もやってます。ハッシュタグカタカナでマリナズジュークボックスを添えてツイートをしてください。皆様からのお便りお待ちしてます。ということで、今日はですね、バースデーウィークということで、今日は2曲続けてお届けしたいと思います。まず1曲目はですね、なんと同じ誕生日のジョン・レノンの曲をお届けしたいと思います。この曲、ジョン・レノンといえばこの曲だろうっていうね、イマジンなんですけども、これね、あの今週、あ、じゃあ来週バースデーライブ私やるんですが、なんとこの曲歌います。もう最初に言っちゃいます、歌いますのでぜひぜひ、楽しみにしててください。この曲、まあ、なんとなくこう訳をすると、まあ、イマジン、想像してみようっていう意味なんですけども、まあ、平和に対するジョン・レノンの思いが込められていて、まあ、想像をしてみよう、世界中の人々が同じ空の下でただ今日のために生きているということを想像してみよう、その空の下には争いや憎しみ、貧困や差別もないということを、人々は僕のことを夢見がちで現実にはありえないとバカにするかもしれない、でもそう思っているのはきっと僕一人じゃないはず、いつかきっとあなたも僕と一つになって、世界が一つになって、みんなが幸せで平和な世界を望みます、そんな思いを込めた曲です。その後に私のオリジナル曲ママへをお届けします。では聴いてください。ジョン・レノンでイマジン。There's no heaven, it's easy if you try. No hell in life, no paradise on the sky. Imagine all the people.Living for today, it's hard to do. かしこまりました。お願いします。You may say I'm a dreamer. 計画の急ですね。計画の急、これは新幹線ですね。うん、dreamer.明後日まで、ああ、でも昼までって言ってるけど、もしかしたら夕方までとかあり得るってことですよね。そういうことですね。被害によってはね、皆さん気をつけてくださいね。でもこれがもう映される頃にはもう台風は過ぎ去ってると思いますけれども。か、最中か。最中か、そうですね。いやー、ちょっと家が飛ばないかだけ心配。本当に切実に本当に
the people。 始発から、あ、もう始発から、あ、メトロは2時5はい。次にお届けするのがママへ、赤ちゃんの目線でお母さんへの思いを歌ってます。よく子供は親を選べないと言いますが、実はそんなことなくて、ちゃんと自分の意思で選んで生まれてくるとも言われています。それがどんな形であっても、何か助けになりたかったり、今の自分の成長に必要な親を選んで生まれてくるとも言われています。ぜひいろいろ感じながら聞いていただければと思います。ママへ。動くんですかね。動くのかな。動かないんじゃないのかな。どうなっちゃうんだろう。もう直撃は免れないんですもんね。うん、恐ろしい。雲の形見ましたか。いやいや見ましたよ。日本を覆っちゃいますよね、あのデカさ。その台風のなんか中心が来なくても暴風域がもう広すぎてやばいやばい。この前は停電起きなかったんですけど、うん、今回はね、分かんないですよね。特別がつく警報。狩野川台風。これ狩野川ってどこですか？わかんない。やばいですね。1200人以上が犠牲になって土砂災害。わあ怖い。とんでもないものが来るんですね。これが特別警戒。あ、特別警戒。
これも避難するっていう感じの警報なんですか、やっぱり。ですよね。恐ろしい。千葉の知り合いはもう避難してます。ですよね。まだって家がまだ治ってないですもんね。皆さん気をつけましょうか、本当に。はい、お願いします。コスモスという曲をお届けします。この曲は私のオリジナルソングなんですけれども、バースデーに向けて思いを寄せて作った歌なんですが、今週はバースデーウィークということでこの曲をチョイスしました。秋の花で、ね、コスモスっていう花あると思うんですけども、私この花がとても大好きで、ピンク色でね、秋の一面に咲く場所もあるみたいなんですけれども、結構このコスモスって雨風に強いとも言われていて、このお花とあと宇宙のコスモスもかけて作詞をしてます。一般的にこのコスモス、宇宙のコスモスは宇宙を秩序ある調和の取れたシステムとみなす宇宙観である、カオスと対をなす概念で、ロシア語では単に宇宙を意味しているそうです。この花のコスモスのように強く、宇宙のコスモスのように大きな広い視野と心を持って生きていこうという希望を持っても歌ってます。あとはこの皆さんに会えたこととか、周りの人たちに感謝を、気持ちを込めてこの曲を今日は歌いたいと思います。聴いてください。緑川まりなでコスモス。風に舞うコスモス、冷たくかすめる空の匂い、小さな小さな呼吸をし始めた季節、たくさんの形の光に連れてきた、たくさんの形の愛に今日も支えられてきた。 Thank you for giving me flowers。 愛がわからなくなった夜、飲み上げた宇宙のコスモス、寄り添う花たちのように、一人じゃない、ずっと咲かせてくれてありがとう。という曲がコスモスなんですけれども、お送りしてます。この来週10月19日にですね、バースデーワンマンライブを開催するんですが、もちろん、この曲もですね、生バンド生演奏で、歌いたいと思いますので、ぜひお時間ある方はフルで聴いていただければと思います。いろいろね、こう歌詞もお花のコスモスと宇宙のコスモスを、かけていろいろ作ってますので、ぜひ歌詞にも注目して聴いていただければと思います。はい、今日のカラフルボイスのコーナー、緑川まりなでコスモスでした。ということでお届けしてまいりましたが、マリナズジュークボックス、ここでライブ出演情報などお届けしていきたいと思います。
先ほどからもですねだいぶ言いまくってますが、10月19日来週の土曜日に横浜クロスストリートにてバースデーワンマンライブを開催します。イエーイオープンは午後の4時30分から。ファーストステージとセカンドステージに分かれていて、ファーストステージが午後5時30分から6時30分まで、でセカンドステージが30分休憩を置いた後に夜の7時から8時までで、その後はお時間ある方は、ちょっと、ね、短いですがアフターパーティーなども用意してますので、ぜひぜひお時間許す方は最後までご参加いただければと思います。前売り券が2500円で、当日券が3000円それぞれ、ドリンク別となりますのでね、ぜひぜひ前売り券の方がお安くなってますのでご予約をお待ちしてます。当日はフルバンドで丸々2時間ちょっとぐらい結構たくさん歌えますので、ね、ただ歌うだけじゃなくていろいろ今年は自分で楽器にも挑戦したいと思ってますので、ぜひですねそれも見届けていただければと思います。10月19日土曜日、横浜クロスストリートにてバースデーワンマンライブ開催します。さあ他には11月3日横浜中華街の北門で行われる野外イベント北門祭に出演します。こちらが朝昼夜と3ステージ出演予定で、観覧は無料となっています。詳しくねまだお時間決まってませんので、詳しくは追ってお知らせしたいと思います。11月2日がラグビーの世界大会の決勝戦ですのでね、ぜひ横浜にお立ち寄りいただく際には中華街まで足を伸ばしていただいて、結構朝昼晩と30分ずつぐらい歌いますので遊びに来ていただければと思います。さあそして12月1日レーザーラッシュクリスマスパーティー、こちらに参加します。場所は横浜元町のクリフサイドという場所で開催します。こちらもお時間をまた追ってお知らせしますが、先月横浜シスターズさんがねゲストで出演していただいたんですけれども、横浜シスターズさんともまたここで共演いたしますので、ぜひぜひ遊びに来てください。このクリスマスパーティー、どなたでも参加できますので、当日も、予約なしでご参加いただけますので、ぜひぜひ遊びに来てください。各ライブのご予約は緑川マリナのホームページまたは SNS のコメントやメッセージから、またライブ会場でもチケット販売しているものもありますので、ぜひ遊びにいらしてください。詳しいことはホームページや SNS で告知してますので、お時間や、ね開催日時などチェックしていただければと思います。はい、ということでドリームキングダムマリナズジュークボックス、あっという間にエンディングのお時間になってきてしまいました。その他ねいろいろメッセージ募集してます。質問やメッセージ、お悩み、リクエスト、どしどしお寄せください。こちらは、マリナ @midorikawa@gmail.com またはツイッターもやってますので、ハッシュタグ、カタカナでマリナズジュークボックスを添えてツイートをしてください。皆様からのお便り、お待ちしてます。次回は11月8日の第2金曜日、またこちらのお時間、夜6時から、6時30分の間、マリナズジュークボックスでお会いしましょう。この時間のお相手は、緑川マリナでした。ではまた来月。皆さん、さよならマッチョー。